さて第2部に入りましょう。皆さんは私たちが12月号のダンスクリニックでレッスンした内容を覚えてらっしゃいますか？こちらです。でも半年前なので忘れてる方もとても多いと思います。その時に皆様からたくさんのご要望をいただいたんですね。映像で見てみたいと。今回は特別にその内容をさらに膨らませて映像でお届けしたいと思います。さあそれでは行きましょう。前回は腰に負担のかからないストレッチ美人を目指せということでパソドブレのツイストを説明しました。まずはおさらいをしてみましょう。踊ってみます。多くの女性が悩んでいる女性のストレッチラインですね。これについて説明します。このように力を入れずにきれいに反りましょう。悪い例は力を入れすぎて揃おうと思って負担になりやすくなります。ちょっとソロでやってみましょう。はい、力を入れずに骨盤を少し上に引き上げるように、男性の方に、そして頭は後ろ、骨盤は上に引き上げてリラックスしながら反っていきましょう。反りだけ意識すると力が入って、首まで力が入って苦しくなってしまいます。ここが一つのポイントですね。続いて二つ目です。ここもまずはちゃんとしっかり右足に立てるように意識してください。右足に立てるように、これをやりすぎるとかなり腰に負担がかかってしまいます。そして次のステップもうまくできません。今右足にしっかり立ってますね。そうすることによって次のステップが右足を使って、しっかり右足を使って左足をしっかり交代してステップをすることができます。クイックイック、ここですね。右足に立ってますね。クイックイック、立てないと右足にしっかり立ちましょう。そうすると後退から次のステップに動けます。以上を気をつけてください。続いてのポイントはこちらですね。ここもしっかりと骨盤を前に前に前に突き出して、女性は力まずにきちんと綺麗な反りをしてください。悪い例は このように力んでしまい右足にも立てておりません。しっかり右足に立って骨盤は前、そして上体は力まずに反ると、続いて右足をしっかり使って左足を交代して次のステップに続いて踊ることができます。はい、逆に反りすぎてひっくり返ってしまうのもいけません。これももう右足に立ってませんね。
右足にしっかり立って骨盤は前です。はい、それでその後に右足を使うようにしましょう。女性は大変ですよね。やはり女性がやっぱりこういう美しいラインを作ってくれるとそのカップルもよく見えます。ですから、まあ、女性だけに、ね、やらせるのではなく、やはり男性も女性が美しく見えるようにそれをサポートしてあげなきゃいけません。ですからこのツイストの動きでもやはり女性の骨盤がこういうふうに、ね、上向きにこういうふうに向けてたように、男性も同じようにやはりこうやって上向きに向いています。お互いの骨盤がこのようにこう上向きに向いて、そしてなるべく、まあ、スタンダードでもよくね、上体がこのようにこう開いているような感じで上体が広く見えるカップルほどよく見えますよね。でこのパソドブレのこのツイストのフィギュアもやはりこのように上体がこのようにお互いがこう開いて大きく見える方がやっぱりよりね、大きくというかこう華やかに見えてきます。ですからそのために男性も同じように、ね、組んだ時にやはり女性がこのように骨盤をこう引き上げてくれて、自分男性自身も下から女性の骨盤をこう引き上げるように女性のセンター、男性の自分のセンターを女性のセンターに向けてこのように広がってください。ただ、ね、あくまでも女性が、ね、美しく見せる、ね、男性が自分が美しく見合わせようと思って自分が剃っちゃうと今度は男性女性がどっちが女性で男性か分かんなくなっちゃいますから、ですからあくまでも女性が綺麗に美しく見えるように開いてください、ね、こうやって、ね、いや俺は絶対これが花なんだと思ってこうやってぬーってこうやって見せちゃうと、ね、そうすると今度は広がりすぎというか、まあ、バラバラ先ほどのね距離感がバラバラになってしまいますから、ですから女性をなるべくうまく綺麗にこのカーブを、女性のカーブを意識しながら男性は少しほんの少し下からこのように女性をこうすくってあげるような感覚でサポートしてあげてください、ね、そうするとね一人でやるよりもより男性が前にいる分女性は安心してこのように上体を反らすことができます、ね、そこら辺をちょっと意識していただけるとね男性ねそうするとな素晴らしい女性の美しいラインを表現できると思います。このエクササイズで腰に負担のかからない感覚を体感してください。はい、まずは、まあ、このぐらいの高さの椅子ですね、まあ、普通に、まあ、そんなに普通の椅子、高さの椅子ではあれば大丈夫だと思います。お家で、まあ、ソファーでもいいです、ね、で、まあ、背筋を伸ばしてピンと伸ばして、そして床に対してこうね、この背筋がこう垂直になるようにこう座りますね。頭もピンと伸ばしますよね。ヒューッとね、姿勢よく座っています、ね、この時にダメなのは腰が抜けてこうやってこう立ったりこう座ってしまったり、あとは逆ですね、こうやって姿勢悪くこういうふうに座らないようにしてください。とにかく背筋をまっすぐ伸ばして床に対して垂直に、このお尻にまっすぐストーンと体重がかかるようにしてください ね。それで、自分のこの背骨の上の方ですね、肩甲骨よりももっと上です ね。どちらかというとこの辺ですかね、ね、この辺と、ね、この前、ね、この鎖骨のちょっと、下かそのぐらいですかね、そのぐらいを意識してここを、ね、この前の方に向かってここからこう、ね、針を通すというかですね、ここからこう何かが通っていくように意識してこう上に上体をこう反りながら、ね、意識こういう意識です ね。こんな感じでこうすると、ね、腰はまっすぐなってますよ ね。で上体このどっちかというと肩甲骨とかの上のこの反りで結構かなり反ることができますよね。これが、ね、もしこの腰を折ってこうやって反ってしまいますと苦しいだけでそんなに反れないんですよね。だからこれをしっかりまっすぐにして、そしてこのような感覚で、ね、反ったり戻したり、
ね、まあこれは自分一人でもね意識しろとかできますし、まあ相手がいれば少しこう押さえといてもらって、そこをちょっと意識してって感じでこうやって、ね、力を抜いて肩に力、ね、反る時に肩がこう上がっちゃって力まないようにですね、肩の力を抜いて、ね、ずーっとこう呼吸をふーっとこう吐くぐらいの感じで、ね、あのやっていただくと、そうすると、まあ、あの簡単にこう自宅でもね、こうね、まあ、練習場でもちょっと椅子に座った時に少しこう自分でやりながら、でそれを実際立った時に、ね、例えばこうやって先ほどのツイストですね、ツイストでこうやって組んだ時に骨盤もそうなんだけど、でもこの 腰をこうやって折らないで、これはまっすぐにして、そしてこの状態ですね、これを少し意識して、ね、男性も同じです。男性も腰を折らないで少しここから意識して反ってあげる。そうするとね、あの反りすぎず、ね、腰に負担がかかりすぎないようなストレッチができると思いますので、ね、まあ、あのだんだん偉くなればなるほど、どんどんこういうふうに反れていけるようになりますし、ね、まあ、そういう形でちょっとあのこんな椅子を使って、試してみてください。皆さんお疲れ様でした。これで私たちの、DVD でのレッスンを終わりとします。はい、この DVD を見ていただいて、まあ、今月号のね、テーマでもあるね、美容と健康ということでね、まあ、女性は美しく、ね、そして、まあ、そうですね、男性も永遠のテーマですね。そうですよね、まあ、めぐみ先生はいつも美しく、ね、そのようにこうあまりよく日頃は聞きませんが、あ、そうですか、あの、美しくね、こうやってこう素晴らしくやってますけどもね、男性もみんな美しく、ね、あの見せれるようにね、まあ、こう表みたいなこのちょっと意識して踊っていただけるといいかなと思いますので、ぜひ参考にしてください、ね、まあ、またダンスファンの編集部の方に依頼されるか分かりませんけどもね、そうですね、また頼まれましたらまた皆さん、はい、また次にまた DVD とかで紙面でお会いできるかなと思いますけども、はい、まあ、それを楽しみにしていてください、はい、それでは皆さんさようなら、バイバーイ。